警察庁長官狙撃事件。警察庁長官狙撃事件は、1995年、平成7年3月30日に当時日本の国松隆次警察庁長官が何者かに狙撃された事件である。2010年、平成22年3月30日に殺人未遂罪の控訴事項、15年を迎えた未解決事件。1995年、 平成7年3月30日午前8時31分頃、国松隆次警察庁長官が出勤のため、東京都荒川区南千住の自宅マンションを出たところ、付近で待ち伏せていた男が拳銃を4回発砲。国松長官はそのうち3発を腹部などに受け、全治1年6ヶ月の瀕死の重傷を負った。男は自転車で逃走し、現場からは、 朝鮮人民軍のバッジや大韓民国の銃、ウォン効果が見つかったという。狙撃から1時間後に、テレビ朝日に電話がかかる。電話の声は、国松長官に続く、次のターゲットとして、井上幸彦警視総監や大森義雄内閣、情報調査室長らの名前を挙げて、教団への捜査を止めるように脅迫した。10日前の3月20日に、地下鉄、 サリン事件が発生し、オウム心理教に権利が向けられて8日前の3月22日に、オウム心理教関連施設への一斉強制捜査が行われてた。国松長官は手術中に心臓が3度も止まり、既得状態にまで陥ったが、2ヶ月半後には公務へ復帰した。銃を発砲した犯人は、黒っぽい、デインコートに白いマスクをし、黒っぽい帽子をかぶっていたとされている。 オウム心理教の信者だった、警視庁巡査長、事件当時31歳は、取り調べに対し、犯行の具体的な状況や、銃を神田側に捨てたことを1996年、平成8年5月には詳細に供述していた。しかし、警視庁公安部は、その事実を警察庁に5ヶ月間報告せず、世間に明るみになることもなかった。同年10月、マスコミ各社に、 犯人は警視庁警察官とする告発文書が捜査関係者と思われる特の人物から郵送され10月25日には各社が供述を報道し始める。同年10月27日には銃を捨てたという供述に基づき神田川を捜索するも事件からすでに1年半以上経過しており川底にヘドロが堆積していたこともあり発見には至らなかった。 物証が発見されず、供述に矛盾点が多いとして、立件は1997年、平成9年6月に見送られた。なお、この巡査長は、オウム幹部に情報を漏洩したとして1996年11月に、懲戒免職され、1997年1月には、地方公務員法違反容疑で、書類送検されるもの基礎猶予処分となった。この供述を、 警察庁に報告しなかった責任から、警視庁は、公安部長公鉄と、警視総監辞職に至った。また、テレビ朝日に脅迫電話をかけたとして、教団建設省幹部が1995年9月に、職務強要罪で逮捕された。最新の声門鑑定機器での鑑定や、電話の録音音声を、複数の信者に聞かせた結果では90%の、 確率で一人物とされたが、現段階での基礎は困難として、不基礎となった。特別捜査本部は1999年、平成11年に、捜査のやり直しを決定し、捜査員が元巡査長との接触を繰り返すと新たな供述が、捜査結果と合致するようになったことから、事件発生から9年余りを経た2004年、平成16年7月7日、 元巡査長の会社員、木部哲也、教団防衛庁長,長官、当時、教団建設省幹部の計3人が、殺人未遂容疑で、警視庁に逮捕された。さらに、教祖、朝原昌光の最側近だった、当時の石川光一、教団法王官房次官、事実上の長官も、島田博美宅爆弾事件の爆発物、取締り罰則違反容疑で、別件逮捕された。 しかし、元巡査長の供述が二点三点し、他の三人も当初から自分は関係ないと事件との関わりを否認するなど、証拠固めが困難になってきたことや、容疑者らと実行犯との関係と役割が解明できいことから、東京地検は、交流期限を前に全員を処分保留とし7月28日に釈放され、9月17日に不起訴となった。 警視庁の特別捜査本部は、坂本筒弁護士一家殺害事件などで死刑判決を受けた、早川の雄衆と橋本悟を現場指揮役と実行犯と疑っているが、二人は犯行を否定している。2008年、平成20年3月、オウム真理教とは関係ない別の強盗殺人未遂事件で逮捕された男が犯行を、 示唆する供述をしていると報道された、詳細は口述。2010年、平成22年3月30日午前0時に、控訴事項到来。ただし、口述の強盗殺人未遂犯説については、事件後に計1年近く海外渡航しているため、刑事訴訟法第255条によって1年近く、控訴事項が予していた。3月30日には、 警視庁公安部長、青木五郎が記者会見を開き、控訴事項が午前0時をもって成立したこととともに、この事件がオウム真理教の信者による組織的なテロリズムであるとの所見を示したが、この記者会見に対し、指揮者から批判が相次いだ。記者会見では14ページの捜査結果概要を公表し、この中で朝原を含めた教団元幹部や、 元信者ら計8人、朝原を除く7人は、匿名について、それぞれの行動や、会話内容などを列挙したものの、行に関与した個々の人物やそれぞれの役割を、刑事責任の追及に足る証拠を持って解明するには、至らなかったとした。また、警視庁が、捜査結果概要を公式サイトで公開したことに、対し、教団主流派で構成するアレフが、苦情申し立てを行ったが、 国家公安委員会は5月27日、特段の対応はないと通知、東京都公安委員会も同28日、不適切な点は認められなかったと回答した。控訴事項を受けて、国松本長官は、警視庁の捜査を不合格の捜査と評したが、自ら油断があったことを認めた。そして、事項は残念ですが、苦労した。 捜査員にご苦労様と言いたいですと捜査をねぎらった。また、狙撃事件は自分の中で終わったかとの問いには、被害者にとって絶対に忘れられないと答えた。東京地方検察庁は、2010年、平成22年10月25日、警察庁長官狙撃事件への関与を認めて、殺人未遂容疑で告発されていた男性を、権威不十分で不起訴にした。 自白の信用性に疑義があり、犯人と認めるに足りる証拠がないとしている。2011年、平成23年2月18日、警視庁公安部は、長官狙撃事件の捜査について、検証結果を公表した。その中で、初動捜査で目撃情報の聞き込みや防犯カメラの回収が不徹底だったこと。 事件への関与を認める供述をしたとされる元巡査長について秘密保全を優先し裏付け捜査に遅れが出たことを認めた。また元巡査長が着用していたコートの鑑定に大型放射光施設スプリング8の使用が遅れるなど科学捜査の課題について指摘した。2011年平成23年5月12日教団主流派で構成するアレフは警視庁が オウム審理教によるテロとする内容の捜査結果を公表したことで名誉を傷つけられたとして東京都と池田勝彦警視総監を相手に5000万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地方裁判所に提訴した。また2012年平成24年1月26日日本弁護士連合会はアレフの人権救済申し立てに基づき警視庁に対して 発表内容の撤回などを求める警告を行った。2013年、平成25年1月15日、東京地裁は、警視庁公安部の行為は、推定無罪の原則に反し、我が国の刑事司法制度の信頼を、根底から揺るがすとして、名誉毀損の成立を認め、アレフへ100万円の賠償と謝罪文交付を、東京都にのみ命じ、池田への請求は帰却した。 東京都は判決を不服として控訴したが、東京高等裁判所は11月27日、捜査結果の公表については、国民の関心が高く、警察が国民に説明する必要性はあると一定の理解を示したが、オウム真理教を犯人と断定した記述については、警察権限の乱用と認め、一審判決の内容が報じられたことで、一定程度名誉は回復されたとして、 謝罪文命令については破棄した上で構想を棄却。東京高裁の判決を不服として、謝罪文交付を求めて、アレフが上告したが、2014年、平成26年4月17日、最高裁判所第一小法廷は、上告できる場合に当たらないと原告の上告を棄却し、アレフへ、東京都が100万円の損害賠償金を支払う、司法判断が、 確定判決となった。警視庁内部では、公安部が、オウム犯行説を主張し、刑事部が、強盗殺人未遂犯による、犯行説を主張し、捜査方針が対立していた。犯行直後の狙撃現場の証拠は、オウム犯行説に文があるとされ、狂気に関する証拠については、強盗殺人未遂犯説に文があるとされていたが、どちらも、決定的な決め手が欠けている。 公安部が主張する、オウム反公説の根拠は、以下の通り。また、オウム反公説の疑問点は、以下の通り。刑事部が主張する、強盗殺人未遂犯への説の根拠は、以下の通り。また、強盗殺人未遂犯説の疑問点は、以下の通り。事件の現場の近くに、北朝鮮のバッジが落としてあったことから、坂本弁護士一家の失踪事件の捜査で、 警察が坂本拓でオウム真理教のバッジという物証を得ながら地下鉄、サリン事件の阻止もできなかったことに対する右翼等による疑分説が当初から根強くあった。鹿島啓介は警察庁長官を撃った男で国松隆史元警察庁長官を狙撃したと自供しながら起訴されなかった国史的かつ戦闘マニア的な元局者活動家で 警官殺害の前科がある人物を取り上げた。2014年8月31日にはテレビ朝日が未解決事件スペシャルで、2018年9月には NHK が未解決事件で同人物を報じた。強盗殺人未遂で逮捕された N は、真犯人しか知り得ない事実を数多く供述しており、その裏付けも警視庁の刑事部が取っていた。警察幹部も、 この人物以外、真犯人はありえない200%真犯人だとまで断言したにもかかわらず、この人物は長官狙撃容疑で起訴されなかった。鹿島啓介は、著書、警察庁長官を撃った男の中で、当初この事件の捜査を担当した、警視庁公安部が、オウム真理教員以外に、犯人はありえないという先入観で捜査したために、この人物を逮捕すると自分たちの方針が、 全否定されるため、この人物は逮捕されなかったんじゃないかと語る。この人物を取り調べた、警視庁刑事部、当時の原雄一は、幹部に、お前、警察内部に抹殺されるかもしれないから気をつけろ。駅のホームの端には、立つなと耳打ちされたという。供述書によると、この人物は、犯行動機を、オウム心理教団の犯行に見せかけて、警察庁長官を暗殺して、 警察首脳を精神的に追い詰め、死に物狂いで、オウム心理教団に対する捜査指揮に当たらせ、合わせて、全国警察の奮起を促し、オウム心理教団を制圧させることにありましたと、供述した。原はこれに対し、後付けの動機で、8割方は、権力や警察への個人的な恨みだと見ています。本当は、事公成立後に名乗り出て、オウムを壊滅に追い込んだのは、 自分の功績だと誇るつもりでいたんでしょう。ところがその前に別件で逮捕されてしまった。慶順社長という人物も出てきた焦りもあって、崇行な義許を成し遂げたという理屈で自供したんでしょうと感想を述べている。この人物は別件で有罪が確定し、現在も服役中である。オウムと対立していた総価学会と警視庁公安部が事件を オウム犯行へ誘導したとする説、韓国の月間朝鮮が推奨している。FBI は、長官狙撃事件の発生後、FBI 長官の襲撃を想定し、警備の増強、日本人の拳銃購入履歴を独自に調査した。調査の結果、偽造パスポートを使い入国した日本人が偽名を使い、ガンショップで拳銃や銃弾を購入していたこと。 その日本人がすでに日本に帰国していることを突き止め、その日本人が長官阻撃犯の可能性ありと日本政府に通告したが、日本の警察はオウム犯行説を確信しており拒絶されたという。また、強盗殺人未遂犯の実況により、警視庁公安部の中にも刑事部が押す強盗殺人未遂犯説を信じる者が出始めたが、公安部は オウムはん公説を確信して譲らなかった。事件を捜査していた刑事部の警部補は内部告発としてある大物議員が警視庁を訪れ、強盗殺人未遂犯の自供があっても犯人はオウムで決まり、たとえ時効になっても犯人はオウムでなければならないと捜査圧力がかかったと証言。元警部はその大物議員が公明党の藤井富夫であるとワシントンポストに明かした。また、 月間朝鮮は2002年5月、近代中、藤井富夫ミステリーで藤井を紹介する際に、警察庁長官狙撃事件で警察に捜査圧力をかけた大物と紹介している。また、事件当時は明らかにされていなかったが、1990年代前半には、総科学会とオウムとの間で、激しい信者の奪い合いが起こり、2年前の1993年には、オウムが、 総価学会の池田対策名誉会長を殺害するとを計画、池田が公園に訪れるという東京牧口記念会館でサリンを噴霧した。この事件は1996年1月の松本サリン事件後半で明らかとなる。ジャーナリストの一橋文なり、本名、広野勇が主張している説、前任の木内康光元警察庁長官は、 オウム事件への積極的捜査を抑えていたが、公認の国松は、オウム事件に対する本格的な調査を行うよう指示した。木内が公安局長時代の1990年に、パチンコ業界からの闇資金が北朝鮮に渡り、その金が社会党に流れていた疑惑が浮上。調査委員会の設置を依頼した自民党の奥田慶和議員に対して、パチンコ業界に、 多数の警察 OB が雨下りをしていたことを理由に協力を拒否し昇進を見送られた過去があるとしている。木内はその後警察庁長官に就任するが長官時代に警察官の制服変更、ピストルメーカーの変更などの警察利権を武器に刑事部出身の警察官僚を排除して公安部出身の警察官僚を徴用する人事を行ったため刑事部の反発や 警察組織の内部構想を招く結果となった。その後、事件前に警察庁の城内から刑事局出身の国松へ変わった。そこでオウムの犯行に見せかけることで、警察の主導権を公安に引き戻す狙いがあったのではないかと主張した。一つ橋は、オウム帝国の正体において、1990年に木内康光が公安局長だったとしているが、警察庁には、 公安局なる組織は存在しない。また、1990年当時、木内は、実際には、警察庁刑務局長であり、その刑務局、現在の警察庁長官官房が、警備公安警察の運用に携わることはない。また、国松は、警察官僚として、主に公安畑を歩んでおり、警察庁刑事局長就任以前の1988年には、 警視庁公安部長を務めている。その他、一橋は本書の文庫版の104ページにおいて、発生当初、犯行に使われた銃は、戦場根から38口径のアメリカコルト車リボルバー、回転式拳銃のパイソンで、弾丸は先にギザギザが入った、殺傷力の高いホローポイント弾、通称357マグナム弾と推定されたという、意味不明な記述をしている。 結局一協は噂の真相1996年7月号に掲載された新潮45のオームウォッチャー一橋文香の東洋上州で発覚した正体において要するに一橋文なりは取材なんてしていなくて資料や他し紙,紙の記事を継ぎはぎしてあたかも独自取材のように作っているレポートなんじゃないかとして盗作、鉄像疑惑を指摘されることとなった これに対して、一つ橋は一切抗議していない。また木内安光の長男、木内実衆議院議員は、私の講演会副会長は、国松本長官とし、木内安光犯行官予説を一生している。これら以外に、犯行状況や遺留品からも噂されたが、オウム犯行説と、高等殺人未遂犯説ほどの証拠や証言が、得られなかったことや、警視庁刑事部と公安部が、 自らの説を確信して譲らず、第三局の可能性を全く考えなかったことから、捜査が行われることがほとんどなかった。右翼が、オウム心理教を潰すために警察を動かそうとしてやった、という説もあるが、信憑性は不明である。上記の強盗殺人未遂犯の、狙撃観光目的こそ警察をオウム制圧に、向けさせる挑発であり、そのことは、 当人の供述調書にも明記されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。